皆さんこんにちは、今回のテーマはヘブライ人とユダヤ教と旧約聖書です。それでは今回もよろしくお願いいたします。ヘブライ人あるいはユダヤ人と呼ばれる人々はもともとは遊牧民でした。がやがて彼らは現在のイスラエルに王国を建て、特に紀元前1000年頃から920年頃まではエルサレムを中心に大いに栄えました。この国の王様として名前を覚えておきたい人物に第2代のダビデ王とその息子であるソロモン王がいます。ダビデはもともとは音楽にゆかりのある人で、王になる前は盾ごとの名手として活躍をしていました。そして彼の時代イスラエルはペリシテの人々との戦いを繰り返していまして、ダビデはですねそのペリシテ軍で最強と言われていた大男ゴリアテを倒したことでその名を広く知られるようになるんですね。その時のダビデは武器を持っていなかったそうです。ではどうしてゴリアテを倒すことができたのでしょうか。どうやらそれはダビデの作戦勝ちのようなものであったと言われています。それはどんな作戦だったのかというと、ダビデは至近距離で1対1で戦うのではなく、まずは離れた場所からゴリアテの額に石を直撃させることで彼に大きな打撃を与えました。この時には投石機という石をより遠くまで飛ばすことができる紐状の道具が使われたと言われています。そしてダビデはとどめを刺すため抵抗力を失ったゴリアテに近づき、ゴリアテが持っていた剣を手にし、そしてこの剣でゴリアテの首を切ることで完全に勝利をしたのです。はい、それではここでこのエピソードにちなんだ作品を見てみましょう。今ご覧いただいているのは現在ルーブル美術館に収蔵されている絵画です。作者はイタリアのバロック時代を代表する画家の一人であるグイド・レーニです。この絵画が制作されたのは1604年から6年にかけてのことです。背景が真っ暗になっているように描かれる空間自体は暗い場所として表現され、その一方で人物など見せたい部分にのみスポットライトが当たっているように表現するのはバロック時代の絵画の特徴の一つです。そしてこの絵の中には先ほど述べたエピソードにちなんだ箇所が3つあります。それではまず画面中央に描かれているダビデの上半身に目を向けてみましょう。そしてその左腕に沿ってで画面の右の方へと視線を移していくと、はい、ゴリアテの頭が描かれていますね。ダビデの頭部、頭の大きさと比較をしてみると、ますますその巨大さが感じられることかと思います。よく見るとゴリアテの額には石がぶつかった痕跡が確認されます。そしてエピソードにちなんだ2つ目の箇所は、ダビデのもう一方の手にある投石機です。ちょっと暗くて分かりにくいんですが縄状の表現などがご確認いただけるかと思います。そして最後3つ目は画面の右下にあります。ダビデのつま先のちょうど右の方に剣が書き込まれているのが確認いただけますでしょうか。と、まあこのような出来事の後にもいろいろ紆余曲折があったのですが、やがてこのダビデはイスラエルの王となります。それはだいたい紀元前1000年頃のことでした。それではこのあたりからいよいよユダヤ教と旧約聖書の成立に関するお話に入りたいと思います。世界のさまざまな宗教の中には多くの神々を信仰する多神教とその逆に唯一の神だけを信仰する一神教があります。
そして当時のオリエント、つまり現在の中東といわれる地域においては、ほとんどの地域で多神教の宗教が信仰されていました。そしてその中で唯一一神教の宗教を信仰していたのが、このイスラエルを拠点とするヘブライの人々でした。このヘブライの人々の間には、その祖先の歴史をめぐるさまざまな伝承がありました。そしてその中の一つに、出エジプトという出来事があります。この出エジプトの主要な登場人物の一人にモーセがいます。ヘブライの人々はこのモーセに率いられる形で、彼らが虐げられていたエジプトの地を脱出しています。ただしモーセというのはあくまでも預言者、つまり神と人の仲介者としての仕事をしたわけで、実際にこの出来事において人々を救ったのはモーセを行動させた神であるということになっています。そしてこの神こそがヘブライの人々が長く、そして唯一信仰してきたヤハウェという神なのです。ここで一旦紀元前1000年以降のダビデとソロモンの時代に話を戻しましょう。ダビデの後、その王位を継いだのはその子供であるソロモンでした。そしてソロモンの時代にはエジプトのシバの女王との交流なども行われていました。ですがこのソロモンが亡くなると、イスラエルの国は北と南に分裂をします。そしてその北の方はアッシリアに滅ぼされ、またユダ帝国と称していた南の地域も新バビロニア王国に征服されてしまいます。この南の地域が征服された際には、多数の住民がネブカドネザル2世の勢力によって新バビロニア王国の首都バビロンに連れ去られ、約50年間にわたり自由を奪われました。この出来事はバビロン捕囚と言われています。そしてこのような受難の歴史の中で、ヘブライの人々の間にはさまざまな預言者、つまり神と人の仲介者とみなされる人が登場します。そしてその影響もあって、ヘブライの人々は彼らだけが救われるという思想や、救世主が必ず現れるという信仰を持つようになります。そしてそこから今日ユダヤ教と呼ばれる宗教が形成され始めていきました。そしてそれが宗教としてはっきりとした形を表すようになったのはいつ頃なのかというと、それは先述したバビロン捕囚からヘブライの人々が解放され、彼らがもともといた場所に戻ってきた頃のことでした。そしてこのユダヤ教が宗教として整備される過程においては、創世記のような聖典が生み出され、そこにはアダムとイブ、ノアの箱舟と大洪水、そしてバベルの塔などをめぐる伝承も収められました。そしてこの創世記をはじめとするユダヤ教の聖典の内容は、後に登場するキリスト教やイスラム教にも受け継がれていくことになります。そしてこのユダヤ教の聖典というのが、キリスト教において旧約聖書と呼ばれているものにあたるというわけです。はい、いかがでしたでしょうか。今回はヘブライ人とユダヤ教と旧約聖書についてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。